文字化機動トークスは書道や文字って面白いし楽しいよと何とかお伝えしたい、そんなチャンネルです。お相手は書道家の竹内と音楽家の田中でお届けいたします。よろしくお願いします。お願いします。はい、何回か前から長らく数字という話をしておりますけれども、ね、数字の話ばっかりする最後前回の最後言ってましたけどね数字の話ばっかりすると嫌だよねずっとしてるっていうねずっと数字の話ばっかりしてるんだよこれはその、ね、その言い方の数字の話ではないとは思うけど、すいませんでした、うん、まあね、まあまあまあ、数字といえば古代から遡ってしてるからね。古代から、ね、昔のことをずっと蒸し返して蒸し返して数字の話ばっかりねえ、最悪ですね。最悪だね、はい、まあでもそういうね、そういう話ですよ。でも、うん、はい、でもそういう話、はい、やってみましょう。世界に羽ばたけということで、うん、今回は世界編ということで、ね、まあ、今まであの中国からのね、まあ、漢数字とか、まあ、日本に渡ってきて江戸時代どうだったかねとかね、どんな感じで使ってたみたいな話だったりとかっていう、うん、はい、なんだっけ、十漢十二支とかね、うんうん、そうだね、の話とかね、日の絵馬みたいなね、うん、そうね、孔子園の孔子とかね、そうそうそう、ちょっとね、うん、そういうのまだちょっと聞いてない方は前の回を聞いていただけると幸いです。はい、はい、で、今日はですね、その世界編ということで、まあ、日本とかさ、中国でいうとその漢数字っていうのがあるじゃないですか。あります、ね、まあ、一般的にはそのアラビア数字、三様数字みたいなやつで思い浮かぶ普通の数字っていうのと、うん、世界的なやつとね、うん、まあ、世界に行ってもさ100って書いたら100みたいなさのは、それなんか今どうやって言えばいいか分かんない、うん、109って書くと109みたいな109ね何も言っていないのと同じ0101って書くと丸いみたいな、あ、丸い、丸いじゃないでしょ、ゼロじゃないでしょ、うん、あ、丸かあと愛だね1ではない、うん、よくね、上京してきた時にあれは何だいみたいなさ、僕おいおいって呼んでました、ね、あ、まあ、私もおいおい派だった ね、 ね、他になんかあんの派閥がな、え、なんかいっぱいあるんじゃないの、その0101みたいな話だったりとか、おいおいだったね私もね。しかもさ、読んでた、そうやって声に出して音声で読んでたわけじゃなくて、うん、あ、おいおいあるなみたいな、読みようがないから、うん、なんかおいおい、なんかおいおいの本社の近くにこう初めて上京した時に住んでたんですよ。中野に住んでて、うん、その本社が本当すぐ近くにあった、うん、あるぐらいのところに住んでて、そう、なんかなんだろうなって思って、でしかもそのちょっとその中野の本社は北口のちょっと先にあったんだけど、うん、南の方にその丸井の店舗もあって、うん、あ、あるね、あるね、今もあるかな、あるんじゃないかな、うん、うん、なんか東京のデパートか、多いだから南口のあのロータリー出て、あ、そうそうそう、北口はあのブロードウェイの、うん、そう、その逆側の南口の、うん、で右斜め前見ると、まあ、なんかショッピングモールみたいな、うん、あ、そうだね、あれが丸井なんじゃないかな、合ってるかな、南口の、あ、そうだね、うん、のでかいビルみたいな、そうそう、でかいデパートみたいな、うん、そう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 、それそれそれ、そう、まあ、あの頃にはおいおいなのか0101なのかよく分かってなかった、はい、かちょっとそれに関連するやつなんだけどさ、自分が心の中で読んでるやつをさ、うん、言わなきゃいけない時にさ、あ、合ってるかどうか分かんない、合ってるかどうか分かんないからあのだから中野で言うと南口だとの右斜め前あるやつでしょ、ああ、それそれみたいな、大きいやつ大きいやつみたいな、早く音声で教えて、あのデパートみたいな、ね、早く音声で教えてみたいな、そうだね、なんか丸いあるよね、そうだね、私なんかその丸いの本社が近かったから、多分丸い株式会社みたいな漢字で書いてあったのよ、うん、漢字で、はいはい、だからなんか早々になんか来て知ったような気がするんだけど、知っちゃったんだ、確かね、あまりこの丸いとの出会いを詳しくは思い出せないけど、はい、うん、うん、そう、なんかあれね、まあゼロ、でも丸いだもんね、そしたら読めるとしたらね、丸いを丸いって読むんだみたいな、うん、うん、そんなね、そういう数字、そして数字の話ではなかったそういう数字、そういう数字もある、丸と愛だった丸、そうだね、丸と愛か、うん、そうだね、うん、今回まだ数字の話をしていない、はい、ね、世界の話って言ってるのに、はい、丸の話になっちゃった、中野の話じゃん、中野、世界の中野の話をね、そうですね、してしまいましたけどね、はい、うん、はい、で、まあ、だから、そのあら、いわゆる中心は丸いにあるみたいな、中野に、中野に、あ、そう、丸いにあるんじゃないね、助けてくださいっつって何かお困りですかっていうWish for love 私なんかちゃんと見たことないんだよね、何を、うん、ああそれ、あ、なんだっけ、セカチューみたいな、セカチューか、セカチュー、うん、そうだね、セカオアは世界の終わり、終わりね、カワーバンドの名前ですね、うん、そうですね、はい、Wish for love、 はい、じゃ進めていいですか、はい、いいんですよ、うん
はい、だからその、いわゆる私たちが思い浮かべる、産業数字アラビア数字みたいなものと、その各国独自で使っている、まあ、日本で言えば漢数字みたいなものっていうのがあると、はい、まあね、あのアラビア数字の方は世界的に使われているので、あの共通認識みたいなものもあるけど、まあ、各国はそれぞれ、まあ、やっぱり漢数字みたいなものもまだ残っているよという話で、それの、その世界編ということで見てみたいと思うんですけど、はい、まあ、馴染み深いところから言えばローマ数字っていうのは、まあそうだね、うん、あの普通にあの分かりますよね、うん、まあ、ドラゴンクエストとかファイナルファンタジーとかね、そうそうそう、そうだね、うん、で時計とかにも今でも使われているものも、マーク2とかの2とかね、うんうん、そう ね縦棒2本に、まあ、数1とかさ、あの数学の教科書とかさ、数2とかね、数3、うんうん、そういう系のものにも使われていると思うんですけど、はいはい、あれがまあイタリア版の漢数字というかね、うん、イタリアの文字、うん、あの、まあ、ローマ数字ですね、ローマの数字、休日の休日の数字、ちょっとまた脱線しちゃうからもうしないぞ、まあ、これもね、映像で見ていただいている方にはこんなものだよというのを1から10まで、各あの国のやつあのどんどん出していきたいとは思うんですけど、うん、でローマ数字はまあ0はその時に概念がなかったから存在しないと、ゼロ表記がないもの、確かに、ね、うん、でまあ、1は i みたいなやつでしょ、で2は i2 個みたいな、まあ、だから漢字の縦番みたいな、ね、あ、そうだね、で 5, もそうだね、5が V で5が V、 10が×、 X みたいな、 X だね、うん、でそれの引く1みたいにやると、まあ、左側につけると5引く1で4、ああ、 よくご存知で、いやいや、だって音楽で使うもん、ああそうかそうかそうか、1メジャー7、そうだ、ね、2マイナー7みたいな、そうだね、あの世界は完全にこのローマ数字 の, あ, のあれだもんね、順番だね、そうだね、うん、その左に5とか10を中心にして、うん、左にあるものを引く、右にあるものを足すみたいなルールがあるということですね、うん、はい、なんで、あとはその50は、あ、でも50とかになってくると音楽では使わないもんね、10までだもんね、大体ね、あとファイナルファンタジーもそこまでいってない、14とかが今、16とか、そうか、ま、16とか、うん、まあでもそこまでいってないで、50はまだあの、うん、日本が存在してるかもわかんないファイナルファンタジー50が出るときに、10だ、10ファイナルファンタジー14のなんか JRPG って言葉も残っているかどうかみたいな、うん、JRPG、あ、日本タイプの日本式の RPG、 ああそういうことね、なるほど、あ、だからファイナルファンタジーとかは JRPG、 JRPG、 ああなるほどね、うん、だから14とかだとだから X、 IV、 まあ、I じゃないのかもしれないけど、X が10でしょ、うん、10の、IV って書いて、まあ、V の枠に左が、ね、あれですね、そうって書いて、まあ、14というふうに記述すると、はい、うん、で50が L だそうです、あ、100が M だっけ、 C、 100C か、100が C、 500 が D、1000が M、 1000が M か、うん、うん、だから20とかだと XX ね、 XX ね、うん、で90だと、100-10 になるので、100が C って言ったっけ、そう C だから C の左側に X を書く、うん、だから XC って書くんだね、うんうん、そう、で150だと100が C で50が L なので CL、 そうで2023だと、うん、2000が M でしょ、だ MM、うん、そうそうそう、 MMXX3、 おお、そう、すごい、うん、私なんかこういうのすぐにできないんで、うん、よくわかんない、まあ、よくわかりました、はいはい、というふうに記述するようですね、うん、うん、まあ、こんな感じのやつで、まあ、今でも、まあ、そのね、さっきも言いましたけど時計とかあのそういう系で残ってるから、うん、まあ、10ぐらいまでとか12ぐらいまでとかはよく見かけたりとかね、うん、その音楽で使ったりとかするのも10まで、7までか、まあ7までかな、うんうん、基本的にはね、まあ何かそういうもので、ドレミファソラシで置くと8になっちゃうからね、うん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 、だから一周してどうなっちゃうから、その若い数字のものは結構今でも見かけるし、我々も普通に使ってることも結構ある、まあ、12まではだって時計の文字盤とかでも見るからね、あ、そうだね、うん、うん、まあでも時計の文字盤ってさ、何か4ってさ、普通はさ、その IV って書くじゃないですか。I じゃないかもしれないけど、1、4、5って書くじゃないですか。うん、だけど、時計の文字盤とかってなんかそれだと見にくいからみたいな感じで、4をその1、1、1、1って書いてるこなんか文字盤とかもあるっていうふうに聞きますけどね。なるほどね。うん。まあいろんな書き方があるけれど、まあ、まあ意味分かればいいわけ、ね。まあそうそうそう。パッと見で分かる方、視認性が高い方ということになると思いますけど。まあ12、3、6、9は省略すると見づらそうだから、うん、だけど、まあ12、3、6、9しか書いてない時計もあるじゃん。まあそうだね。そうね。そう。うん。
それ以外は別に書いてなくてもいいくらいだから、ね、うん、そうそう、だいたい分かればね、アナログの時計はね、うんうん、これが、まあ、ローマ数字ですね、はい、うん、で今あの日本においても馴染みがありますという数字だと思います、うん、はいはい、でもう一つ結構そのこれも馴染みあると思うんですけど、うん、ギリシャ数字、ギリシャの数字どんなだっけ、全然わかんないよ。あ、これはでも普通にさ、アルファ、ベータ、ガンマ、デルタっていうのがあるでしょ、はいはい、あれがギリシャ文字なんですね、うんうん、それがまあその ABCD みたいなやつのアルファ、ベータ、ガンマ、デルタ、イクシロン、ね、あ、そう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 、うん、でだからコロナになってから、うん、そのオミクロン株みたいなさ、うん、コロナになってからって言い方もすごい嫌いなんだなってからだなんだよそれ、なってからってコロナが流行り始め、新型コロナウイルスが流行り始めてからよく聞くようになった、うん、もの株の名前があると思うんですけど、はい、あれがそのギリシャ文字の順番になっていると、うん、でそのアルファ株から始まって、うん、アルファ、ベータ、ガンマ、デルタ、イプシロン、ディガンマ、ゼータ、イータ、シータ、イオタみたいな感じになっているのが、うん、今言ったのが1から10、はいはい、ということ あそれをそのまま数字として使ってんだ。そうだからアルファベットと数字を別あの兼用っていうか同じ文字を使っていて、で数字を表すときはアポストロフィーを後につけるらしいです。アルファだから A って書いてアポストロフィーって書くと数字の意味になる。うわー、ややこしい、しゃ、うん、っていう風になんかさあのあ、だからそれでもそれ気使ってんのかな、 どっちなのかちょっと僕もその昔の記憶なんで分かんないけど、あの幾何学とかでさ 変 AB みたいな、うんうん、とかなんか そういうの書いたりするときにさ、うん、点はなんか文字数が増えすぎちゃってさ、アルファとか出てきたときに、うん、でなんかそこになんかカンマみたいな、うんうんうん、アポストフィーみたいな、うん、なんか つけたり、なんかその子でなんか A ダッシュみたいななんか記号出てきたりする時があったような気がするんだけど、だからそこで そ, う、ね、それがそうだったんだ。違う、そうじゃなくて、違う、そこにアルファダッシュってやっちゃうとギリシャ文字マナーで言うと違う意味になっちゃってるよね。そ, う そ, う そ, う、うん、そのギリシャ数字を表すことになっちゃうみたいな、なっちゃうってことになっちゃうってこと、だからそこがないようになってたのか、うん、まあ、それはそれで別に別のマナーで成り立ってる。そうだね、あれだから、ややこしいね。でもね、だからでもそれでギリシャ数字マナーで生きてる人はだって普通のさ、あの 10とか、うん、かけて 2x2 とかがさ、うん、だからベータダッシュ、ベータダッシュ x、ね、x の上にベータダッシュって、ね、数学がやりづらいっていうね、うん、まあどういうふうにね、まあまあその場合はね、アラビア数字を使っているでしょうよっていうところだけど、まあ一応そんなふうに記述をするそうです、うん、でまあそのコロナの番号っていうのは、はい、その株の番号はね、うん、その数字のギリシャ数字の順番じゃなくてアルファベットの方の順番に準じているそうで、うん、そうだからオミクロンっていうのが、うん、1,2,3,4,5,6,7,8,9 オミクロンって12,13,14,15 番目のアルファベット、15、うん、だね、15だった、うん、そうの番目の株、うん、だからなんかデルタ株とか聞いたしさ、アルファ株も、うん、アルファ株は一番最初だからね、うん、だけどなんかその間にもなんかゼータとかエータとかシータとかイオタとかいっぱいあったってことだよね、多分ね、うん、でオミクロン、確かこの絵を調べた時8月だったんだけど、うん、今もまあオミクロン株の亜種っていうことになっているらしいので、もう今またちょっと9月もう10月になっちゃったから進んだかもしれないけど、次のオミクロンの次は何ですか？パイ株。パイ株かもしれないし、次ロー株かもしれないし、まあ、次シグマ。シグマってなんかあの、ね、パイ株ってなんかちょっとあの可愛らしい感じがする。パイ株ね。パイ株。パイ株にかかったみたいな。うん、パイ株。パイ株映っちゃったみたいな。なんか可愛いね。なんかポケモンとかの鳴き声みたいな。パイ株。パイ株。鳴き声。パイ株。ああ、パイ株。ブー。うん、かわいいね、うん、そう、これは数字じゃなくてアルファベットの方の順番ということらしいので、はい、うん、まあ、ちょっとややこしいけどギリシャ数字っていうのはこんな感じですという感じね、うんうん、で続いてこれね、今からその話がねすんごいややこしくてちょっと私もうまく話せるかどうかって感じなんですけど、うん、アラブ諸国で使われている、アラビア数字で、その今さ、アラビア数字、まあ、イコール私たちは三要数字として、普通の数字として認識をしているわけなんだけどね、うん。アラブ諸国で使われている数字というのはまた別のものでして、うん、アラブ諸国の漢数字みたいなものね、アラブ
アラブで使われている、うんはいはい、普通の数字じゃない、各国独自の数字というものは別の数字を使っていて、ここからまたややこしいんだけど、アラビア数字っていうものは、今言う、アラビア数字、もう一般用語としてのアラビア数字というふうに、今から発言することは全部聞いていただきたいんですけれど、それというのはなんかそもそもインド生まれらしいんですね。インドから生まれたもの。もうインド数字なんだね。そう、インド数、インドで、それがなんかヨーロッパに伝わった時に、アラブ人経由で伝わったみたいな話で、なんかアラビックみたいな感じでアラビア数字みたいな風に名付けられたと言われているんですけれど、そう。で、アラビア語圏では、アラビア数字というものもね、もちろん、今の一般的なアラビア数字も使うんだけれども、これはそもそもインド数字であり、今言ったようにインド生まれのインド数字、あるいはヒンディー数字というふうに呼ぶものなわけで、アラブ諸国ではそのインド数字と、ちょっとね、説明がね、混乱してきたね、これね。どういうこと？なんとなく言いたいことは分かってる。そう。で、アラブのアラビア語圏では、インド数字というものを使っています。ちょっとね、私今ね、説明まずったね、これ。アラブの？もう一回言って。アラブの、アラブ諸国、アラビア語圏では、アラビア数字、一般的なあの数字も使っているんだけど。そのさ、今、アラビア数字、一般的な数字って言ってるのは、じゃあ、三様数字っていうことにしようよ。あ、はい。じゃあ、三様数字も使っているんですけれども、この界隈で使われているのは、アラブ諸国で使われているのは、使われている通常、インド数字を使っています。三様数字とインド数字は違う。違う。けど、三様数字はインドで生まれた。そう。そういうことで。理解してきた。はい。だから今使っている通称、アラビア数字。で、日本では三様数字として知られる普通の数字は、これは実はインド生まれですよ。はい。生まれはインドですよ。っていうものとは別に、はい。インド数字と呼ばれる、また別の数字があり、で、その数字をアラビア諸国では、アラブ諸国では使っている。そう。理解した。合ってます、はい。理解しました。で、さらにややこしいことに、インド数字、インドでは。インドでは。インドでは、別の数字を使っています。インド数字を使っていない。了解。了解。OK。アラビア語圏で使われているのがインド数字です。だけど、本国インドでは、このインド数字は使われていません。だから簡単に言うと、インド数字が3種類あるよってことでしょ。インド数字は3種類あって、1種類がいわゆる我々が普段使っている世界的に普通の一番標準的な、生まれね、発祥としての三様数字。三様数字、インド、これはインド、インド生まれの。そして、インド生まれの数字でアラブ諸国で使われているもの、そしてインドで、インド国内で使われている、これもインド生まれの数字、だからインド生まれの数字は3種類あって、インド国内で使われるもの、アラブ諸国で使われるもの、ワールドワイルド に使われているもの、この3つは全部インド生まれだよってことだね。そう、そういうことですね。はい、あ、上手。はい。そう、そういうややこしいことになっているわけなんですけど、はい、で、アラブ諸国で使われているインド数字というものね。ちょっともうややこしいよ。で、でね、このさ、漢数字ってさ、日本で今減ってきてるじゃないですか。見かけることというか、使うこととかっていうのはそんなに多くないと思うんですけど、アラブ諸国で使われているインド数字というのは、車のナンバープレートとかにも今でも使われていて。あ、そっちの方が主流なの？そうそう、みたい。そう、ナンバープレートも、それにインド数字。ああ、でもなんか、ちょっと感覚わかるかも。ほら、アラブ諸国ってさ、いわゆるこう、あれ、普通っていうか、多いのは、世界中に多いのは、多分右利きの人が多いからだと思うけど、左から右に文字を書くじゃん。けど、右から左に文字を書くじゃん。だから、そこで、例えば、なんでもいいけど、ね、じゃあ109って書いてあったら、なんかこうパッて見た時にさ、それ109、109に思っちゃうんだけど、右から読む語順の世界では当然それは
901なわけで、それがね違うらしいんですよ。これは違う、それもそこもややこしくて、もうマジでね、マジでなんかでしょ思うんだけど、アラビア語は、基本的に右から左に読むじゃん、うん、アラビア語っていうものを右から読む。でもアラビア数字をは、ね、左から読むのだ。だからアラビア数字が三様数字を書いたときは、あ、三様数字じゃなくて、ああそう、あそうね、ちょっとごめん、今またあの変な話差し込んでしまったかもしれないけど、うん、インド数字を、アラビア諸国でインド数字を書くとき、その現地の数字を書くときは普段は右から読むのに、あ違う、そうだね、数字の部分だけは塊として左から読むんだ、うん、らしい。ちなみにじゃあインドで使われている、うん、そのインドの言葉、はい、これ今から出てくるんですけど、デーバナガリ数字というらしいんですけど、そのデーバナガリ数字、インド国内で使われている、うん、まあ、インドの漢数字的なものは、うんうん、てか、まあ、それも含めですが、うん、インドのその書き文字っていうのはこれは基本的に、左から右へ、うん、英語とか日本語とかもそうだけど、うんうん、書くものですか、うん、と思います。はい、あの、はい、理解しました、はい、ということで、なんかややこしいポイントが いくつか散りばめられていて辛いなっていう感じなんですけど、まあまあとにかくね、だからそういう場合はさ、やっぱ用語をまとめちゃうとか、うん、定点をどっかにがっつり置いちゃうとやっぱ、ね、いや、なんかややこしいままあの話したかったっていうのもあるんだけどね、うん、あ、なるほどね、うん、まあ、ややこしすぎて意味わからないけどねはい、そういうことがアラビア語圏では起きていますということで、で、まあ、続いてそのインド、あの、まあ、そのね、今の三様数字がインドが起源ですよという話をしましたけれど、本国インドではそのデーバナーガリー数字というものを使っていて、それはあの三様数字よりもよく使うの？あ、ね、このどの地域でもあの三様数字は使われていて、インドでももちろん三様数字が多分普及していると思います、うん、ただアラビア語圏での、インド数字、現地の数字ね、うん、はそっちの方が主流みたいです。あ、じゃあ、アラブ諸国に旅行なんかに行ったりすると、うん、あれこれ値段ってどこに書いてあるんだろう、あ、まあまあ、なんかね、併記されてたりするみたい、うん、うん、両方書いてあって、まあ、なんかそれはほら観光客とか、その外、なんかもうちょっと大通りにあるところで、あ、そうね、だから地方とかに行くと、だから要するに、わかんないけど、中野の外れにある居酒屋みたいな感じの、うん、それのアラブ版みたいなうんうんうん、うん、ところに行くと全然わかんない全然わかんない、てかこれが数字か何かもわかんないって話になって、仮に数字だったとして、これ右から左に読むんだ、左から右に読むんだ、うん、みたいな、やばいよね、やばいね、うん、ほんとね、数字これは Google のカメラで、ね、翻訳してもらうしかないですね。そうね、うん、できるだろうね、今はね、数字ぐらいならね、うんうん、まあでも本当そう、そういう複雑な地域というかね、まあまあアラブインドって隣だしね、まあ、なんか広まり方とかによっていろいろどこを採用したかみたいな話があるんだろうけど、まあ、現地で使われている、今でもその日本で言えば漢数字の方が優位みたいな地域もありますよということね。で、インドで使われている、デーバナガリー数字っていうのが、これちょっと画像で出しますけど、こんな感じのものと、うん、でインドの他にも、まあ、これはネパールでも、隣国ネパールですね、うん、でも使われている、そのデーバナガリー、デーバナだっけ、デーバナガリー数字、デーバナガリー数字、うん、全然覚えられない、まあ、ヒンディー語で使われる文字がデーバナガリーということで、そう、まあ、漢字みたいな、まあ、でもなんか縦書きで筆でさ、うん、こう書道みたいな感じで書いてたら、なんとなくその三様数字じゃなくて漢字で書きたくなるよね、うん、的な意味なんだろうね、うん、ヒンディー語で書いてる時はなんかこっちの表記使いたくなるよね、まあ、そうだね、こっちの方がいいかなみたいな時、うん、まあ、そういうデザイン的なのとかね、うん、まあ、意味取らせたい、こういうニュアンスの方がいいとか、うん、そういうことで使い分けられるのは日本も一緒だと思うけ ど、ね、まあ、多分日本の漢数字よりも これらの地域は、現地の数字がまあまあ優位というかね、というような世界観のようです。なるほどね。うん。で、またややこしいことに、インドでは、このデーバナガリ数字、ね、今見ていただいているものの、別の表記もあるらしくて。ああ、だから日本で言うと、大事みたいな。ここ一番屋の一みたいなのと。そう。はあ、大変だね。そう、大変よね。で、そういうのが、なんか0から100まであって、これなんかほぼ規則性がないらしくて、丸暗記するし、まあ、丸暗記するしかないみたいな。大事もそうか、そういう意味で言うと。規則性みたいなのはないよね。あ、
だからあのちょっとこれ分かんないんですけど、例えばさっきね、2023は、うん、ギリシャじゃね、ローマ数字で、うん、MMXX さんだよ、うん、みたいに言ったじゃん、うん、だこれはあの2023って書くみたいな、うんうんうん、2023って書くみたいな感覚に近いじゃない、うんうん、ね、1000が2個、うん、10が2個、うん、3みたいな計算方法もあるんだ、ね、だけどそうじゃなくて、そのデーバナガリ文字の大事の方ね、の方は、1から何だっけ、100まではね、100まであって、うん、でそこまでは全部あの要するに10を10みたいに書くみたいな、うん、とかあるいは20だったら、うん、XX って書くみたいな世界じゃなくて、10と20は全然違う模様を覚えない、うん、模様っていうかね、そうみたいよ。すごいね。すごいよね。なんかややこしいこと続きで、このインドアラビア系のところは、うん、もはやもういっかなみたいな。まあでもそれでもここが発祥だから、そのアラビア数字の産業数字のね、すごいよね。例えば30個買ったら1個負けするよってね、うん、31みたいなさ、うん、なんかそれはなんか分かんじゃん、うん、でもそれ31って別の模様で書くと、おまけっていうか、 なんか新しいことが始まっている感じっていうかさ、まあそうね、また違うのが現れたみたいなね、うん、例えば10たす5は15みたいんじゃなくて、うん、でだって数字でさ、うん、計算式1、0でバッテンというか縦バッテンというか十字型、うんうん、5、うん、横棒2本イコールみたいな、うん、10たす5は15みたいな、うん、なくて、なんかなんかのマーク、うん、プラスなんかマーク、うん、イコールなんかのマークみたいな、これをあの100以内だったら全部やんないといけないっていう、なんか計算とかも大変だよね。まあそうだね、だって あんまり使われてないんじゃないかね。いや、そうだよ。だって なんつったらいいの、だって計算ってさ、うん、11、2で3個もらったから、うん、10で4だねみたい な、うん、なんかこうやって考えるじゃん。でこれがなんか14でみたいな、うん、っていうのはなしで、だからなんか計算がさ、全部暗算で全員答え分かるとかじゃないとさ、うん、暗記しかないってことだもんね。まあ計算掛け算くくくく、まあでもいつもなんかインドってなんかね、うん、ね、2桁までやるっていうもんね、くく以上に2桁やるっていうから数字爆発用なんだ、うん、なんじゃない、うん、そういう意味で言えば、まあ、それがどれぐらいこう浸透してるとか、どれぐらいこう日常的なのかっていうのはちょっとあの分からないけど、計算不便そうだよね。まあね、マーク足すマークがマークみたいなのさ、ね、組み合わせをだって全部覚えないといけませんみたいになったらさ、うん、まあ3、4数字でやってんじゃないの。違うそれが残ってるっていうのはさ、まあそうだね、まだなんかね、それこそ大事とかもそうだけど、まあ、何らかの理由がね、その書き分けるためのなんかとか、うん、まあ、あとその言語ってさ、その民族を民族の証みたいなさのでもあるわけ、うん、だから、まあ、他の人に悟られないようにこういう数字になったみたいな話もあるかもしれないし、それだから普通の日常使いの数を表して、うん、リンゴが4個入っている箱にあと3個入れたんで7個ですね、うん、みたいな、うん、こういう使い方じゃなくて、うんうん、なんかもっとただ、マークとして、うん、暗号とか、なんか、うん、っていうか、こう、機密文書みたいなとかに、うん、敵国に途中で捕虜に捕まっても分かんないように、うんうんうん、みたいな。なんか、それでさ、1文字ずつさ、これだと、ってことはこれが10なんじゃないかみたいな、うんうんうん、バレちゃうけど、うん、全部違うマークだったらバレないもんね。まあそうね。だから想像のしようもないみたいな状態にしてあったのかもねっていうのは、うん、まあこれも妄想だけど、そうですね。うん。まあでもなんか、まあまあ、そういう意味で言えばわけはわかるというか、まあ、そうだったらわけはわかる、うんうんうん、そうじゃなくて普段使いしてたとしたら不便すぎねみたいな、ね、それで今もさ、現代のインドの子供はもうその1から100までのさ、うん、デーバナガリ数字のやつも全部みんな覚えてるとかだとさ、うん、やっぱインドすげえって、ね、すげえってなるね、カレーもうまいしみたいなチャパティ、はい、カバディカバディってインドかな、カバディってカバディってあのあれね、うん、スポーツ、うん、そう、うん、カバディって言ってる間だけあの、うん、攻撃できる、うん、なんか小学生の頃にあった気がする、うん、カバディの漫画とあるアニメ見れる、へえ、うん、面白い、カバディ、インド生まれなのか、うん、インド生まれかね、分かんないね、セパタクローとか、ね、セパタクローね、足でバレーボールするみたいなやつね、うん、うんうん、でまあ、これインドね、うん、の話ね、はい、これややこしい話はこの辺までっていう感じ、あ、よかったっす、で、はい、でちょっとここから、東南アジア編みたいな風にしたいとは思うんですけど、うん、まあ、そうね、
次回にしとこうかな、うんうん、ということでとりあえず世界編ひたすらややこしいのとデーバナーガリー文字っていう、うん、あのなんか全然そんなの覚えても、ね、いつ役に立つんだっていうね。いやいや、まあこの雑学番組ってのはみんなそうじゃない。いや、まあ、まあそうだけど違う違う、でもデーバナーガリー文字って僕、うん、今、ね、5、6回10回くらい言ったから、うん、なんかもう覚えましたよ、うん、デーバナーガリー文字、うん、皆さんもねデーバナーガリーってデーバナーガリーデーバナーガリー文字デバナーがありますね、はい、とかね、ローマ数字とね、うん、だからこれでこの番組でもし聞いてくださった方ね、うん、これでデーバナーガリー文字、デーバナーガリーでこれ数年してある日こう道を歩いているとデーバナーガリーってなんだっけなんだっけあれなんかそこだけさ、なんかその音だけのさ、あのね、うん、記憶にこびりついて脳にこびりついたそのカスみたいなやつがさふってデーバナーガリーこれなんだっけ、これ何の意味だっけみたいなデーバナーガリまあ、まあ、検索ね、そのままはあの発音してこうね、あの iPhone でも聞いてもらえばすぐ出てくると思いますんでね、きっとその記憶のね、まあ、も文字の部分もなんかあれ文字って文字の意味なのかなみたいな気持ちじゃないデーバナーガリー文字文字デーバナーガリー文字文字ガリー文字ガリー文字んデーバえ何だ沖縄？あ、まあそうね、沖縄みたいなね、匂いもしてきそうだね、うん、音的にね、なんかね、うん、そう、エバナガリって、うん、なんか皆さんの脳のシワに染み付かせようとしてる人がいるけど、いやまあ僕の脳に今染み付かせるために、ね、うん、こびりついてね、でどっかでこう話題にできたとしたら、うん、まあなんかね、脳の遊びとして楽しい。知ってる？またちょっと物知り感を出すやつね。デバナガリ文字ね、うん、はい、まあね、居酒屋の人をネタにどうぞ、うん、そうね、いかがですか、うん、じゃあお会計でっつっていつも聞いてくれないんだよ嫌われてるそんな感じでね、はい、お届けしてますが、はいはい、でまあ、そういう感じで、じゃあ次回は東南アジア編、次回の東南アジア編プラスちょっと私がどうしてもやりたいリベリアね、リベリア、北京ダブリン、リベリア、あれ北京ダブリン、あれもう一個あったね、なんか、うん、なんとかリンリベリアだね、うん、のリベリアです。全然気分にイレブンアクセスパラライカみたいなっけいいよね、あの歌ね、うん、いいよね、すごい開けど、うん、なんだっけパフィーの、うん、え、そうサビ、うん、ああ、なんて曲名だっけそれ、今はもうアジアの純真でした、アジアの純真、以上アジアの純真でしたね、はい、はい、そのリベリアもプラスしたいと思います。東南アジア編、はい、ね、ちょうどうまくつながりましたね、うん、はい、はい、というわけでご視聴ありがとうございました。なんかもっとね、ここ間違ってるぞとかあったらぜひまた言ってるコメントなんかねいただけると、あと、まあ、チャンネル登録高評価もよろしくお願いします、はい、というわけで、お相手は宇治垣堂トークスの田中と書道家の竹内でお送りいたしました。次回東南アジアプラスリベリア編へ続く、はい、続く。